はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、意外とむずいハンドガンとライフルの違いということで、まあ誰でもわかるようで、まあちょっと意外と難しいね、そんなハンドガンとライフルの話っていうのをね、まあしていきたいなというふうに思います。で、まずその教科書的な話で、そのハンドガンとライフルとは何かっていうのを説明すると、まずハンドガンっていうのは、片手で持てて片手で撃てる銃のことで、まあ特にサイズとかのね、そういう厳密な決まりっていうのはないんですが、まあ例えばそのサブマシンガンみたいにね、まあストックがついてたりとか、まあしっかりね、両手で構えられるような、そういうグリップとかがついてる銃は、まあ普通ハンドガンとは言わないという、まあそんな感じなんですけど、まあ中にはですね、例えばウージーピストルとか、もうピストルって書いてあるやんって話ですが、ウージーピストルとか、あとはね、ステアの TMP の、ハンドガン仕様である SPP みたいなね、まあ本当に微妙な銃っていうのもあったりします。で、じゃあそれに対して、じゃあライフルとは何かっていうと、まあ言葉の意味としてはね、ライフリング、要は銃身内のね、そのぐるぐるがあるね、まあ銃ってことなんですが、まあ基本的には、まあ、ストックがある銃ですよね。ストックがあって、まあ、両手で構えられて、で、そして、ショットガンと差別化するために、ショットシェルを使用しないものっていうのが、まあ、ライフルっていうことで、まあ、この2つの銃はですね、もうデザインも、もう使用する弾薬も全然違うので、まあ、どんな人でもね、別になんか、どっちがどっちか分からなくなるってことは普通ないとは思うんですが、だがしかしですね、世の中にはね、片手で撃てるけど、ライフルの弾を使う銃とか、あとは、拳銃の弾を使うけど、まあ、普通に考えてこれ両手で構えなきゃいけないよねってなるような、そういう中途半端なものとか何とも言えないものっていうのが世の中にはあって、まあ、教科書的なね、そういう銃の世界では、まあ、そういう銃あるよねっていう、まあ、そういう説明だけでいいんですけど、じゃあその規制とかに直結する場合ってことですね。規制とかに直結する、まあ、法律的には、まあ、特にその銃器大国であるそのアメリカではね、じゃあどう分けるのっていう、まあ、そういう問題が生じてくるわけですが、まあそれで見てほしいのが例えばこれですね、これはいわゆる AK ピストルというふうに呼ばれるストックのない AK で、まあ、誰がどう見てもね、まあ、両手で構えないときついだろうし、まあ、そもそも使用する弾自体ね、そのライフルの弾ってことになるんですが、これは、アメリカの法律的にはハンドガンってことになりますし、あとはその AR ピストルですね。AR ピストルなんてもうほとんどストックじゃねえかみたいな、まあそういうアームブレイスとかね、まあスタビライザーみたいなやつがついてても、まあ一応ね、ストックじゃないっていうことになってれば、まあハンドガンという扱いになるので、その銃の分類というね、見地から見て、まあそれどうなのかっていうのはさておき、まあアメリカの法律的にはね、まあストックがなければ、まあ大体のものはハンドガンっていうことになりますし、逆にそのハンドガンにカービンキットとかをつけてストック付きにすると、まあ法律的にはショートバレルライフル SBR っていうものなんですが、ショートバレルライフルということになるので、まあ普通のライフルとかハンドガンに比べて、まあ一気に規制が厳しくなるというね、まあそんな感じです。で、ちなみになんですが、このね、ハンドガンを使う銃類も、銃身長を伸ばしてストックをつければライフルだろうっていう、まあ、その理屈ってあるんですけど、それってね、まあ、日本でも通用した時期があるらしいんですが、まあ、今ではね、もちろん通用しないですし、まあ、通用したとしてもですね、まあ、日本で拳銃の弾って基本的に売ってないので、まあ、もし所持できてもね、まあ、なかなか困るんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回ね、ハンドガンとライフルの違いでした。誰が見たってそれはわかるだろうってなる部分もあるんですが、意外とね、まあ、法律的にはね、意外な部分もあったりとかしますという、まあ、そんな話です。はい、ということでね、今回この動画ね、短い動画でしたが、いかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。